皆さんこんにちは、引きこもりサワーの時間です。本日は2024年8月の13日火曜日でございます。気温は32度といったところでございましょうか。やっぱり暑いですね。そしてその暑さのせいか、昨日に引き続きお便りが全くございませんですから、皆さんお忙しいのですか。はあ、すみませんね。はい、もう魂も抜けますよ、そりゃ。だってお便りないと僕パワーが発揮されませんもん。そうなんです、僕のエネルギーの元はお便りというところでございまして、やっぱりお便りがないと僕は、はい、エネルギー全開で引きこもりスアワーをできないというところを言わせてはいただきたいとは思います。でもそうなんですよね。そうして人のせいばっかりにしちゃいけませんよね。そう思います、そう思います。ですから僕はちゃんと本日も務め上げることを誓わせていただきます。お便りなくても頑張らなきゃね。えいえいおー、えいえいおーというところを言わせていただきまして、じゃあじゃあちょっと、ではそうですね、ちょっと雑談と言いますか、はい、昨日に関することを申し上げたいと思いますよ。何かと申しますと、もう昨日のことって言った時点で皆様なんとなくお分かりになられましたよね。ご覧になっていただけました？さあ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 、まだご覧になっていらっしゃらない方は今すぐ、はい、この引きこもりスアワーを引き上げ、もう即座にご覧になってみてください。それが何かと申しますと、はい、まさに読み聞かせキャラ絵本配達だぞーちゃんのことでございます。もう僕の中では多分引きこもりサワーをご覧になってくださっていらっしゃる方はご覧になっていただけた、そういうような気持ちではおります。ですがまだの方はぜひともその配達だぞーという読み聞かせ本、昨日公開となりました。これをぜひともご覧になっていただきたいと思います。まあまあどういうものかと申しますと、これでございます。これで、はい、こうした、はい、このなんて言うんですか、サムネイル、これを見かけたらすぐチェックチェックしてくださいね。そういうことでございまして、読み聞かせキャラ絵本配達だぞーちゃんの公開となりまして、ぜひとも、はい、ご覧になっていただきたいと思います。そしてなんで昨日公開になったのかっていうところでございますよね。それを改めてご説明しますと、昨日は世界象の日ということでございまして、じゃあじゃあ主人公が象のこのキャラクターの絵本を、はい、昨日の公開にしようというところで、世界象の日に合わせて象さんの絵本を公開となりました。どうなんでございましょうかね。世界象の日からたどり着いて、ここまでたどり着いてくださった方いらっしゃるのでございましょうか。そこはとってもとっても気になるところでございます。ですからもしも世界象の日から来たよという方がいらっしゃいましたら、この、はい、お便りコーナーまでぜひ
メッセージもくださいますと嬉しいばかりでございます。まあ難しいとは思いますよね。はい、そうは思いますよ。あの世界象の日からたどり着けるっていうことは相当な奇跡的なこと、そんな感じはいたしますね。そしてさらにそういう方がこの引きこもりサワーにお便りをくださること、それはもっと、はい、奇跡的なことだと思いますからね。ですからコメント欄にでも YouTube のコメント欄にでも世界象の日から来ましたよっていうところを教えていただけると嬉しいなというところは思いました。ですので、ですので、はい、昨日公開されたこの読み聞かせキャラ絵本配達だぞーちゃんは必見と言わせていただきたいと思います。まあまあでもそうなんですよね。ご覧になってくださった方はどういうご感想をお持ちになったのでございましょうか。そうしたご感想もぜひとも YouTube のコメント欄にご投稿いただけるととっても嬉しいばかりではございます。そうなんですよね。ですからやっぱり YouTube のコメント欄をご活用いただけますと嬉しいばかりではございました。そうですよね。なかなかでもコメントを書くっていうこと自体ハードルが高いなっていうのは思いますけれどもね。そうは思います。そうは思いますから、ですからそこをあえてちょっとそのハードルを乗り越えてご投稿いただけると、ああありがたいな、次回作も頑張ろうというようにはとってもなるかと思います。そうなんです、実は次回作それも決まっております。はい、毎月新しい絵本を公開していく、そういうところで予定を立てておりますというところでございますから、もう毎月見逃せないなというところはありますよね。ですので皆様が毎月、はい、ご期待いただけますことをただただ願うばかりではございました、とのとのことでございまして、はい、昨日は配達だぞーちゃん公開記念のもう特別な日というところで一日いろんなイベントをさせていただいた次第でございます。じゃあですよ、じゃあもうそんなところでございましょうか。他に何か皆様ございます？お盆休み突入された方いらっしゃるのじゃございません？ですからお盆休みどうやって過ごされていらっしゃるか、もうそうなんですよ、お忙しいならお忙しいでこういうことがあって忙しいんだよねっていうところもお便りでいただけますと、ああそうなんだ、皆様はお忙しいんだというところもわかりますし、お時間あるならお時間あるでやっぱりお便りいただけますと嬉しいばかりでございます。でもそうなんですよね。まあちょっと申し上げちゃいますと、はい、リンさんははい、ご帰省されている最中、そして瀬戸香さんはもう無休でお仕事中というところございまして、最近お便りをくださる方はもう壊滅的でございます。壊滅的で、ですからもう子さんの皆様、は最近どうされていらっしゃるのでございますか。はい、そう思いますよ。サムネイルのご投稿もありませんし、お便りもありませんし、お一言お便りももうなくなっちゃいましたしで、そこはとっても寂しいなって僕思ってます。ですからもしも、ああそうだった、
お一言お便りぐらいはあげるべきだったって思われましたならば、お便りお待ちしております。はい、もうじゃあ名指しで言わせていただきます。名指しでおはぎさん、はい、もうおはぎさん、お一言お便りずいぶんくださってませんよ。はい、ずいぶんそれを言わせていただきちゃいました。もうちょっとおかしな言い方になっちゃいましたけれども、とのことですから、お一言お便りお待ちしておりますね。はい、じゃああとはそうですね、僕もお盆休み本当に普通に欲しいですよ。普通に、なんて言いますか、最近なんか疲労がもう蓄積されているのがすっごいわかるんです。はい、ずーんと僕の中で疲労感がなんか漂ってます。ですから、なんかこう疲労回復の方法、これとかございません？僕の中では疲労回復と言ったら何かしらの錠剤もしくは栄養ドリンク、そういう二択になってきますが、皆様はどうでございますか？その他にこれっていうことがございましたら、僕にそれをこっそり教えてください。それこっそり、はい、それをやって、僕は元気を得たいと思います。でもちょっと怖いのは、はい、前にちょっとおすすめされたことはあるんですが、お注射でございますよ。はい、例えばニンニク注射とかそういうものとかありますよね。それは僕、お注射は怖くてちょっと手が出せないことは言わせていただきます。そうです。ですから、あとなんかそのニンニク以外にもなんか細胞をなんとかするようなもの、これを、はい、それを注入する点滴か何かですかね、そういうものも耳にしたことはあります。でもやっぱり点滴とかお注射はどうか、そこは難しいことを言わせてください。僕にとってそれらはちょっと難しいです。ですからせめてもうちょっとハードルの低いもの、これでお願いさせていただきましたらとは思いました。はい、それでまあそうしたらやっぱり食べ物でしょうかね。うなぎとかパワー出るよっていうような話を聞きますが、それもお高すぎますので、なんかこうリーズナブルでというところでお願いしたいと思いました。リーズナブルなところで、そんなこと言ったらもうないよっていう風になっちゃいます。そうなりますよね。そうは、でもそこをあえてよりリーズナブルで、そして効果的面で、そして比較的僕のそのなんていうんですか、怖さ恐怖がないやつ、そういうところをお願いしたいと思います。そういうところを、とのことでございまして、でもやっぱり睡眠不足っていうのもありますかね。はい、睡眠不足は大敵でございます。ですから皆様も睡眠はちゃんと取るっていうところはしてくださいね。そして多分暑さに参っているのもあると思いますよ。はい、暑さに参っているというところで、蛍光補水飲料、そういうものを飲んで暑さ対策というか、そういうこともしてくださいね。熱中症対策、はい、とのことでございまして、僕自身も心配ですが、皆様の体調も心配する、そうしたような最近ではございました。はい、お便りないほど、そうです、お便りくださらないほどへばっていらっしゃる、そういう心配をしてしまいました。
とのことでございまして、今日も引きこもりスアワー行ってみましょうかね。じゃあ行きますよ。まずは本日、火曜日ということは、はい、なんと川柳の日でございます。はい、それがこうでございますよね。はい、こちら、はい、川柳ということでございまして、連日厳しいな、もう連日厳しいですよ。お歌にあと何でしたっけ、あいうえお作文に川柳、これがちょっとハードル高すぎます。僕の中ではなんかちょっとこれ、そうですね、ちょっと変えていかないと僕これ持ちませんね。はい、川柳なんてもうめちゃくちゃ難しいじゃございませんか。めちゃくちゃ、そしてちょっと思いました、これ、はい、何ですかこれ、もう何ですかこれと言わせていただきますよ。はい、川柳って漢字がもうなんで川がつくんです、川が、はい、五七五をこの川で表しているんでございますかね。五七五、そういう可能性ある気がいたしません。あ、違うか、そうしたらあの真ん中が長くなりますもんね、五七五だったら。じゃあ違いますよね。じゃあなんで川がつくんです、なんで川が、そしてこれ柳で合ってます、柳じゃないのかな、漢字これ何ですか、何の木ですかこれ。柳はもっと違いましたかね。もうそこら辺も分かってなくてすみません。これで川柳って読むっていうところで、そうなんです、なんで川がつくのかというところを教えていただけますと嬉しいばかりでございました。はい、川の謎をどうかというところでございまして、本日は川柳というところで川柳をやらせていただきたいとは思います。じゃあそうですね、まあ川柳、はい、川柳が五七五っていうことで合ってるんですよね。五七五七七はじゃあ何なんですか、五七五七七はあれは何ですか、一体全体、はい、その違いも僕はよく分かっておりません。ですから五七五七七っていうのはじゃああれは一体何というところも僕に教えていただけますと嬉しいばかりでございます。知識が全くなくてすみません。ですからはい、うまく川柳言えるかな、知識ないのにっていうところでございますよ。はい、というところでございまして、じゃあ五七五川柳行ってみたいと思います。はい、行きますよ。てってれってってってテレッテ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 ーテレッテーテレッテーテレッテッテッテーテッテテー、はい、川柳のコーナーになりました。じゃあ行きます。川柳五七五、お便りがないよないよと嘆く僕、まとまりました。はい、お便りがないよないよと嘆く僕、でもなんかこれそのまんまですよね、なんだか、はい、もうそれは思いましたね。こんなにストレートだとなんか聞き手の方に情景を思い浮かべていただくっていう、そういう風流さがないので何にも面白いことありませんよね。それは思いましたよ。それは情景を思い浮かべていただくということを考えますと、
どういったことが、どういうものをしたらいいんでございましょうか。どういうものを、はい、そうなんですよね。ですから思い浮かべられる五七五川柳、はい、思い浮かべられるということは、そうですね、みんみんと、みんみんと聞こえる音に悩む僕。難しいな、難しいです、川柳難しい、はい、川柳難しいですよ。どうですか皆様。じゃあリスを入れて川柳を作ってみませんか。皆様からの川柳もお待ちしております。リスっていう文言を加えて川柳をお願いいたします。じゃあ僕もリスっていう言葉を入れてみますか。リスっていう言葉を、はい、じゃあ入れてみますといたしますと、これパッと出るはずもございませんよね。パッと出るはずも、そうは思いますよ、はい、とっても。みんみんと泣く木を見ると、鳴る木を見るとリスがいた、はい、みんみんと鳴る木を見るとリスがいた。これは何を表現したいんですかね。もう別に表現したいことが全く見えてこないと思います。はい、ただただそういうことがあったよみたいなことばっかりでございまして、ですのでやっぱり素敵な川柳募集させていただきます。リスを題材にして、はい、よろしくお願いをいたしましたとのことでございまして、川柳難しいということで、まあ一番最初に言ったあれですよ、はい、お便りがないよないよと嘆く僕、これが一番やっぱりストレートで、もう今の状況を表しております。はい、ですのでお便りやっぱりくださいね。じゃないと本当にもう厳しい毎日を、はい、配信することになってしまいますということでございますから、皆様からのお便りとってもお待ちしておりますということでございまして、川柳コーナーでございました。それでは引き続きいきましょうか。はい、お次はお夕飯コーナーでございますね。ではいきますよ。僕の昨日の夕飯はお豆腐サラダでございます。それというのもこちら、はい、もうサラダがまず本当はあったのでございますよ。でもこのサラダだけじゃちょっとお腹が空いちゃうなというところで、じゃあお豆腐を足しちゃおうというところでお豆腐を足させていただきました。それによってどうだったかと申しますと、とってもとっても美味しく食べることができましたよ。普通に美味しい。もうサラダにお豆腐って外れることはないですよね。それは思います。ですので、はい、このドレッシングマヨネーズたっぷりのサラダということでございます。そしてこのサラダの特徴としては、なんと片焼きそば、はい、これが入っていたのでございますよ。はい、片焼きそばって言うんですかね。細麺で揚げた麺が
はい、入ってました。多分これ揚げたんですよね。ですのでパリパリ食感とお豆腐とがうまく相まって、はい、これまた美味しい食べ物になったというところは感じます。ですので片焼きそばにお豆腐っていうのも全然普通に合いますよ。はい、バリバリ食べつつふわふわ食べつつというところでございまして、特にやっぱりこのたっぷりマヨネーズとドレッシング、これが本当にたっぷりあったのでちょうどよく食べることができたっていうのもありますかね。もうそうなんです。このそもそもこのサラダについていたマヨネーズとドレッシングだけで美味しく食べることができました。プラスアルファ、はい、お豆腐が増えた分ドレッシングを増やすっていうことはしませんでしたけどね。はい、それでも十分味わい深く食べることができましたとのことですから、これは僕はボリューム満点で大満足というところでございましたかね。はい、片焼きそば僕大好きなんですよ。ああ、思わず泣いちゃいましたけれども、はい、片焼きそばが大好きっていうところでございまして、本当に片焼きそば、はい、僕もっともっと食べたいなっていうところを思いました。もっともっと片焼きそば食べたい。僕はほにゃさきちゃんぽんで、はい、片焼きそば食べたいって思いました。はい、そのほにゃさきちゃんぽん、あれそうなんです、僕はちゃんぽんはそんなにでもないんですけども、そこの片焼きそばは大好きということを言わせていただきます。ですから片焼きそばが食べたい、でもご近所にないというところを考えると、はい、そうなんでございます。なんだかいつ今度食べられるんだろうな、だいぶ大昔ですよ僕が食べたのは。はい、引きこもりすって言われる以前だと思います。それぐらい前です。ですから久しぶりに食べたいなっていうのがあります。それを思うと出かけてもいいかなっていうのをちょっと思っちゃったりはいたしますね。はい、僕は家から出たくないっていうところはありますが、その片焼きそばを食べるためならば出てもいいかなってちらっと思っちゃいました。はい、それほど大好きなのでございます。僕の肌の色がちょっと片焼きそばっぽいのはそれが大好きだからだと思いますとのことでございまして、はい、大満足に食べることのできたお夕飯でございました。じゃあじゃあお次のコーナーに行きましょうか。お次は、はい、お一言お便りでございます。じゃあじゃあ行きますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便り本当にありがとうね。新しいお便りをいただいてまして、もうもうまたまたやっぱりいっぱい語録が増えておりますですからということでございまして、はい、サンピアさんからいただきましたお便り、もうもう拝見しちゃいたいと思います。じゃん、もうもう、はい、もうもうここ数日ご覧の方はお分かりになる冒頭でございます。ここ数日の一言、皆様もうもう冒頭は、はい、お分かりですよね。ここ数日っていうことで、そうです、サンピアさんは気になったお一言は立て続けにお使いになる、そういうことが結構見受けられるのでございますよ。ですから冒頭は
おととい昨日と続いた冒頭と言わせていただきます。ですのでもうご覧の方はお分かりになるというところは言わせていただきたいとは思いました。でもそれだけでは不親切ですよね。ですのでやっぱりおととい昨日と説明させていただいた通り、はい、とってもとっても努力するようなことでございます。はい、とってもとっても努力するようなこと、そうですね、それをもうほにゃほにゃますって言いますよね。ほにゃほにゃます。そしてやっぱり、はい、サッカーのチーム名でほにゃほにゃ大阪ってありますよね。その、はい、その部分を使ってください。その部分を使って、あとはほにゃほにゃの大冒険、ほにゃほにゃの冒険だったかな、ありましたよね。ネズミが主人公のアニメーション、はい、ほにゃほにゃの冒険、それを使ってください。はい、ほにゃほにゃの冒険、ネズミが主人公というところのそれを、そしてじゃあ語尾はとなります。語尾はこれちょっと僕難しいんですよ。語尾をどうご説明しようか。実は僕このフルーツ、はい、このフルーツって形を僕存じ上げません。そうなんですよ、カットされているものしか見たことがなくて、実際のそのカットする前のその形、それを僕見たことないような気がいたします。ですので形がわからないのでございました。でも果肉はオレンジで合ってます。果肉はオレンジ合ってますかね。それでいいんですよね。それで違ってたら教えてくださいよ皆様。はい、いやいや、それ何かと勘違いしてるよということを、はい。そしてじゃあもっと極めつけなご説明をします。そのフルーツ、はい、君たち、キウイ、パパイヤ、はい、それです。君たち、キウイ、パパイヤ、はい、それです。ということでもうこれで確定されたと思います。よろしくお願いいたします。本日のお一言ご正解だと信じます。なんだかリスって例えるものが古いよねって思いました。ほにゃほにゃの冒険とか、はい、君たちキウイとか、まあそうでございますよ。僕は結構そうなんです、年齢を重ねているそういう子さんリスでございますからね。それなりには僕は、はい、年を重ねているということを言わせていただきたいと思います。その割に知識がないというところも言わせていただきます。ということでございまして、もうお分かりいただいたと思いまして、はい、今回のお一言をいただけて僕が思ったのは、もうやっぱりどういうことっていうところでございますよ。はい、もうどういうことだか僕の中では、でもこういうものがあったりします？世の中にもしもあったらやっぱりそれも教えてください。どういうことかわからないじゃなくって、実際にあるものだよっていうことを教えていただけますと幸いです。ということでございますから、はい、いただきました。そのお一言、僕の中では知らない言葉でございました。そして意味がちょっと理解はできませんが、でもサンピアさんらしいなって思った次第ではございます。とのことでして、じゃあ行きましょうか。サンピアさんのお一言行かせていただきますよ。それでは行きます。サン
ンピアさんよりの一言どうぞ。